昔からある愛を学ぶ、うん、M8 招待二等兵友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、また前回に引き続きまして、うんうん、エーリヒフロム愛するということの、うんうん、前はその愛は技術かっていう一章の一章の触りみたいなところの触りを、はい、やったんですけども、今日はそのいよいよ、うん、じゃあ愛の技術について学びましょうと、うんうん、で第2章について、はい、これもちょっと冒頭だけになってしまうんですけども、うんうん、この2章のタイトルとしては、うん、愛とは人間の実存に対する答えであると、うん、もうこれが全てだったんです何のこっちゃと、うん、要はで実存の意味調べたんですよ、うんうん、意味が分からなかったから、うんうん、で実存の意味を調べると、うん、実際に存在すること、うん、まあ、そのままの話です主観や客観に分けて捉える前の存在の状態、うん、いや主観とは客観、自分はこう思う、うん、とかっていう前に、うんうん、もう僕たちはあるわけじゃないですか、うんうん、っていうことから考えましょうよと、うん、っていうことは愛っていうのは人間が存在しているっていうことこのそのものが愛なんですみたいな、うん、これもはーって落ちたんですけど、どうですか難しい、言ってることが難しい。いやもう我々がここに、ね、あもうそう、哲学者ですからね、うんうんうん、哲学なんですよ、うん、偉そうにすいませんで、あの、まあ、やっぱ出だしとしてはその、うん、まあ、動物、うん、人間、うん、あるよねと、うん、でやっぱ動物にも愛はあると、うん、本能的に、うん、子供を守ると、うんうん、でも人間っていうのは、うん、その本能的な世界から出て、うん、自然を超越したものだと、うん、でも今更その動物にはなれない、うんうん、動物的なところには、うん、なんかもう服脱いで誰かで構わずみたいな、うんうん、そんなんあるわけ、もう戻れないじゃないですか、うん、っていうと、それを求める人もいっぱいいますよねいるかもしれないですけどで要はで人間っていうのは、うん、生まれた瞬間に、うん、いや生まれる前までは本能の世界ですよね、うん、お母さんの中で、うん、本能的活動はしてますけども、うん、意識はない、うん、ただ生まれた瞬間に、うん、その不明確で、うん、不安定な世界へ放り出されると、うん、そこにあるのは、うん、確実に決まっている、うん、確かなものは死だけですと、うんうん、死だけはもう決まっている、うんうん、でもそれって人が一番嫌なもの、うん、それだけが決まってるんですね、うん、死ぬっていうことだけが、でそれを人間は知っている、うん、自分がどうなるかを知っている、うん、最後には最後には死ぬっていうのは確実に決まっている、うん、でそれはまたその愛する人が先に行くとか、うん、愛する人を残して自分が先に行っちゃうっていうところから、うん、その孤独とか、うん、人は無力であるっていうことを知り、うん、その孤立っていうところから不安が生まれますと、うん、とエーリヒ・フロムさんは言っています、うん、でこの孤立こそが不安の源で、うん、人間の最も強い欲求は、うん、この孤立を克服して、うん、孤独の牢獄から抜け出るために、うん、その戦争も、うん、動物崇拝も、うん、宗教も科学も、うん、全部その孤独孤立を抜け出すために存在するものだと、うん、っていうのを、うん、実存から考えましょうと、うんうん、まあある意味本能ですよね人間の、あ、まあそれを本能って呼ぶのかどうかはあるかもしれません、はいはい、でもまあそうですね、でもまあ本能っていうのか営みというのか、うんうん、それをまあ難しいですよね、哲学的に言うとそういうふうになる、人間の本能を哲学的に言うとと、エーリヒ・フロムさんはそう説いています。なんで、まあ、本能っていうのはその要は母性本能とか、うん、この遺伝子に組み込まれた仕組みですよね、本能っていうと。そうですね、うん、あ、後から出てくる、はいごめんなさい、うん、で先ほど無力だって
ていう話をしたんです。無力だ、うん、要はその無力っていうのは人間の能力を発揮できない状態、うんうん、死ぬってことですか。いやじゃなくて、孤立っていうのは誰からも離れているので、うん、僕がどんな能力があってもそれが発揮できないんですよ、うんうんうん、だって発揮する場所がないんですから、うん、っていうのが無力っていう状態です、うんうんうん、だからそれは怖い、うん、またこの孤立っていうのは罪、うん、恥や罪悪感の元であると言ってます、うんうんうん、まあ分かります。この恥っていうのはそのよく羞恥心とかって言いますけども、うんうん、その意味としては対人場面において失態に、うんうん、失態したことで生まれる対人不安、うん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 、要は全て対人であると、まあ、だから罪の意識も対人、人がいなければ罪の意識もないし、そうそうそう、恥もない。もうこの辺でもアトラーに出てきた、うん、もうそのものなんですよね、うんうんうん、もうそれは分かりますね。で全てが孤立から生まれてくるよと、うん、その孤立を和らげるために、うん、要は人の歴史は愛の歴史であるってちょっと思ったんですけども、うん、その孤立を和らげるために、うん、まずその溶卵期、溶卵期っていうのはそのゆりかご、まあ黎明期というんでしょうか、うん、すごい初めはその自然との一体感、うん、動物の仮面かぶったりとか、うん、祝祭的な乱痴気騒ぎみたいなことが行われていた、うん、それはもう集団でみんなでやるっていうところで孤立を和らげるっていうのがあり、うん、歴史をたどっていき、まあ、それに変わるものとして、うん、例えばアルコールであるとか、うん、麻薬であるっていうものが生まれてくるんですけども、うん、それは一時的な、うん、快楽しか生まないと、うんうん、じゃあセックスはどうか、うん、でセックスっていうのも一時的な架け橋に過ぎないっていうふうに説いてるんです、うんうん、で人はその孤立を和らげるために、うん、答えの1集団の合一っていうのをまず選びますと、うん、集団の合一っていうのはそのいや合一感、うん、統一感というんでしょうか、うん、一体感を得るためには何らかの答えが必要、うん、だからその集団で答えを求めていこうみたいな、うんうんうん、ところからまあ多分宗教とかが生まれてくると思うんですけども、うんうん、初めのうちその宗教的には神の前での平等なんですね、うんうんうん、神の前では人は平等であるというのが発達していくと、うん、その粒を揃えるみたいな、うんうん、要は流動的な効率、うん、要はもうみんな一緒にしちゃえば、うん、もうなんて言うんだろう、みんな一緒に働くでしょうみたいな、うんうん、ちょっとなんかその、うんうん、明治期の日本みたいな感じですかね、うん、っていう風になり、それが没個性につながるので、うんうん、あまりよろしくないですと、うん、この孤立を和らげるために、うん、集団の合一に求めるのはあまりよろしくない、うん、じゃあ型通りの生活があるねと、うん、これもまあみんなに合わせるっていうところなんですけども、このみんなに合わせて、うん、要は9時5時で働くみたいなのにみんなが合わせていくと、唯一無二の個人であることを忘れますと、うん、またその人生は一度だけのチャンスだよっていうのも忘れてしまいますよねと、うんうん、でまた孤立を和らげるためのもう一つの回として創造的な活動がありますねと、うんうん、ただこの創造的な何かを作る、うん、大工さんもそうです、うん、絵描きさんもそうですと、うんうん、そういう人たちの創造っていうのはあくまで創造を作ってる中での合一であって、うんうん、人間同士の一体ではないと、うんうん、それも回にはならない、うんうん、で完全な回は人間同士の合一、うん、愛である、うん、っていうこの人の歴史を実存的に考えると愛なんです、うんうん、愛しかないんですっていうことを、うん、まあ哲学ですよね。これがまだ達成できてない気がします。あ、人間結局これこの孤立を克服するために我々は今この動画も撮ってるし、うんうんうん、っていうところなんですね、うんうん、で次からじゃあ、うんうん、この愛っていう言葉の定義をしましょうっていう話になっていきます、うんうん、なんで今日としては、
この人の歴史は愛の歴史であるっていうこの、うん、で愛っていうのは孤立を和らげるための最適解なんだよっていうことにつなげたい、うん、愛を求めるのが一番人間らしいというか人間にとって幸せみたいなことですよね。です、うん、はい、ではそれ以外の、うん、その要は孤立を和らげるための行動っていうのは、うん、ちょっとずつ何かそのいびつな形を生んでるんじゃないっていうふうに捉えました。で思ったのは、うん、このみんな不安なんだ、うん、っていうことですよ僕が今回思ったのは、うん、いやその不安っていうのを言うか言わないかは別、それはもう主観ですもんね、うんうん、主観客観の問題なんで、不安の不安の、まあ、そもそもの定義みたいなどうしようどうしようっていうのが不安でも、どうしようどうしようを、うん、いや隠してる人もいるわけじゃないですか。隠してる人もいるけど、隠してる人はまあ不安なわけじゃないですか。でもいや多分潜在的にみんな、うん、まあでもそれは人がいる、うん、2人以上人がいるっていうことは、うんうんうん、もう対人関係ですもんね。対人関係ですよ、うん、っていうことをで、うん、まあ不安、大きく言っちゃえば全部不安って言えちゃいますもんね。あ、そう、悩みもね、そうコンプレックスもね、コンプレックスも不安、はいはい、っていう意味で言えばまあ不安ですよね。要は、うん、そう、もう人は死ぬって決まってるんですと、うんうんうん、死ぬは怖い、それは怖いですよね、うん、で超越しようとしてる人もいっぱいいるじゃないですか。あ、超大金持ちたち、はい、遺伝子保存してみたいな、はい、で今日僕ね、うん、これを書きながら、うん、はって思ったのが、うん、よくその小学校時代は、うん、運動神経いいやつがモテる、うんうん、で中学時代は、うん、中高ですかね、うんうん、お調子者がモテる、うんうん、なんて言われるんですけど、うん、この大人になると、うん、物知りであるっていうこと、うんうんうん、っていうのはよくなんかその雑学王とか、うんうん、うんちく王なんて昔よくありましたけど、うんうん、あ、これって、うん、モテる、要は1回目にも言いましたよね、うん、知ることが、うん、全てを知った上でうん、うん、その知ったことが多いものが愛の大きいものである、うんうん、っていう話を前の動画でしたんですけども、うんうん、これだと、うん、その今もし、うん、パートナーがいないとか、うんうん、悩んでる人たちは、うん、知ることが大事なんじゃないかと。そこは分からない。何もピンとこない。ピンとこないというか、すごい物知りだって鬱陶しい人とかいるじゃないですか。もういいってその知識はみたいな。違う、僕の愛のこと、愛について聞いてよって。だからその物知りだからモテるっていうのは、はい、まあ一概にそうでもないのかなっていう。でも物を知った数だけ愛が大きくなるんですよ。だから物を知ってるってことは、はい、いろいろこう役に立つわけじゃないですか。そうですね、うん、何かをするにしても、そうですね、うん、っていうところでこう魅力的にはなるのかなって思うけど、はい、こう、うんちく垂れる人クソリプっていうのはニアイコールクソリプですね、それは。そうっていうのは、まあ、一概にやっぱ確かに、ね、行動次第みたいなところもあるかなっていう。なるほど、うん、やっぱり物知りの人の方が出世したりする可能性も高いかなと思うんですよね、はいはい、知らない人より知ってる人の方が、はいはい、ってなれば、まあ、お金も持ってる可能性も高かったりとか、そうですね、心に、そうすれば心にゆとりがあったりとか。そう、なんかやっぱ心のゆとりって、うん、教養、うんうん、知識の部分ですよね、それって、うん、とは思ったりするので、はい、まあ、モテる、まあ、それによってモテる人は多分いっぱいいるのかなって。あ、やっぱり知る、うんうん、いや、クソリプってさっき言いましたけど、それもやっぱり付き合い方を知らないっていうことですよね。そう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 、それはなんか、そうそう、そこですよ。付き合い方を知らないっていう、そこを知りましょうって感じですよ、はいはい、そういう人たちは。あとやっぱりこので愛って意外に盲点なんじゃないかと、うん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 、そう思いますね。愛について知るっていうのは、うん、そう考えないじゃないですか、愛について。愛とは、愛ってなんだろう。そうですね。まあ、なんかふと思うことあるかもしれないですけど、確かに、まあ、うん、前の動画で言われた、うん、その子供に対する愛とかっ
ていうのも、まあ、それが愛かって言われると、まあ、そうだなとは思うんですけど、うん、愛と言われれば愛だしみたいな確かに完全な異性、血のつながってない人とのコミュニケーションをうまく図るにも多分愛なんですって言いたいんだろうなとは思うんですね、うんうん、多分そこだとは思うんですね。アドラーも、うんうん、あの我々が一生懸命やってるエニアグラムも、うん、そうなのでこう獲得しよう獲得しようではなくて こちらからこう愛を与えるみたいな、あ、またまた先に答えを言ったっていうのが、うんうん、あの多分次の授業で、うん、あ、次の授業で多分次の授業でおっしゃる通りなんです、うんうんうん、おっしゃる通りで、あ、お前偉そうに言うなんですよねまあでもこれに書いてある、ね、書いてありました、うんうん、っていうのが多分次に出てくるんですけど、あとはまあそれをどう人との付き合い方で生かすかですよね、うんうんうん、愛ってなんだ、愛するってなんだですもんね、どう行動したらいいのかそうなんですね、アドラー的に行くと感謝ですかねっていうのが次の授業で出てきます、うん、はい、出てきます、はい、きっとモテるようになりますあ、また話しなくなっちゃったそう、多分、うん、態度が変わるんでしょうね、まあ多分そうだと思います、あ、もう早く終われって感じいやいや、ごめんなさい、空気が読めなくて、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。